皆さんこんばんは、峯岸みなみです。この番組は常識を疑うことで、モノトーな毎日を彩りあるものにをテーマに、毎週火曜から木曜までの3日間、曜日ごとにパーソナリティを変えて、2時間生放送でお届けします。水曜日は私、峯岸みなみがお送りしております、えー。今週は3回目ということで、先週はあの1回目ちょっといい子に、 なりすぎたかなってていう反省をかかしてかなりリラックスモードで、えー、冒頭から始めさせていただいたところちょっとねなんか家,家みたいな気持ちになっちゃって愚痴だったりとかあひがみだったりとかそういう話が <laughs> 多くなっちゃったんですけど、まあ、意外となんか人間味を感じられてよかったよみたいな声なんかもあって。 まあこう無理になんだろうないいとこ見せようってするよりも自然に話すことの方が大事なんじゃないかっていう結論に至ったので今週もそんな感じでやっってていいこうかなな思いますなのでなるべく緊張しないように、あのー、ずっとやってるもう何年もやってる番組みたいな気持ちであのギリギリまで力を抜いてスタンバってたんですけどなんか30秒前ぐらいになって。 椅子の高さが気にななり始めて <laughs> あれなんかいつもより低いなとか思い始めたら気になって止まらなくて始まるっつってんのにこう椅子を上に上げたりガサガサしてなそれぐらいリラックスして今週も臨ませていただきたいと思います今ベストな高さなのでご安心ください。まずね何話そうかなと思ったんですけどえ a z o n プライムで配信中の「マスクドシンガー」 これね、この言葉を聞いて、あ、待って、みたいな、これからまだ見る、何も聞きたくないっていう方、ちょっと3分ぐらいお休みしていただいた方がいいかなと思うんですけど、<laughs> まあ私のツイッターなのでは発信してしまったので、ご存知の方も、えー、多いのかなと思うんですけど、マスクドシンガー,、えー、ざっくり言うと、マスクをかぶった、何、えーえー、て言うんだろうな、著名人って言うんですか著名人が歌を歌って、 パネラーの方がそれを予想しながら、えー、勝ち残っていくのを競うみたいなでえっ、ー、とダメだった人からマスクを外して中の顔が、えー、あらわになる明らかになるっていうような番組になってるんですけど実は私、えー、その、えー、マスクとシンガーのアーティストの中の一人ネオンパンダちゃんに扮して歌わせていただいておりました。 えー、ご存知の方そして見ながら気づいたよっていう方いるかと思うんですけどつい最近そのマスクオフってうんですね、えーまあ、ちょっと敗退してしまい顔を明かしましたいや最初にオファーが来た時はすごく驚いて、えー、ラジオ聴いてくれてる方の中にも多いと思うんですけど「あミニキシって歌,歌えるの?」みたいな素朴な疑問がきっとある方もいるんじゃないかなと。 あすいませんご紹介をくれて今日もホッシーさんが作家のホッシーさんが一緒にいてくれてます,す私歌のイメージないですよねあんまり多分、まあんまあ、なかったですでも、うん、僕も見たんですよあの最新そのマスクオフの回うん、うん、めちゃくちゃ良かったですええー、嬉しい赤いスイートピー赤いスイートピー歌わせていただきました <laughs> まあなんかかなり周りの方実力者の方が多いっていうふうに、はい、まあ思ったので勝手にね知らなかったですけど、うん、本当に実際出る時。 思ったのでなんか私は歌声だけじゃちょっと無理だろうと思って、まあ、ネオンパンダちゃんも可愛らしいマスクなのでアイドル曲縛りでモーニング娘。さんだったり、うん、モモエロクローバー Z さんだったり、うんえー、何歌った ?AKB も歌ったし,し、ねうん、そして最後、えー、松田聖子さんの「赤いスイートピーで」で、えー、ちょっと負けてしまったんですけど、うん、マスクをオフして歌うっていういやーなんかね やっぱ1人で歌わせてもらうって機会もそんなにやっぱなかったので卒業コンサートぐらいあんなにしっかり1人で歌わせてもらったのは緊張しましたしなんかねあれ気まずいのがこうマスクをかぶってる時に歌唱終わりでそのパネラーの Perfume さんとかギタリストの宮 i さんとか水原希子さんとかが誰々かなってこう予想をやっぱしていくじゃないですかあの番組って。うん、でなんかどんどんすごい人言ってくるんですよ。 <laughs> 後藤真希さんじゃないかとかああそうかそうももクロの子じゃないかとかこっちは中でヒヤヒヤしてるわけですいや小槙言われたと出れねえぞ <laughs> みたいな <laughs> そっかハードルが上げられちゃうそうなんですよです、ね、上げられつつもいつ私もねマスクオフするかわからないのドキドキしながらやってたんですけどだからマスクをね取った時に目に着しかよってなんないかなって正直やっぱ私自己肯定感低い系なんで。はい <laughs> はい 超ドキドキキしてたんですけど、まあ、開けたら開けたでなんか、まあ、今まで、えー、私のこと知ってる方は久しぶりにこうアイドル姿を見れて嬉しいなって言ってくれる人もいたし中には全く私の歌声を聴いたことない人がやっ,ぱりあのあやっぱりアイドルってすごいんだねとかネイケビに興味なかったけどあなんかアイドルの曲とかパフォーマンスっていうものに触れてハマっちゃう人の気持ちが分かるわとか、うんまあ、あなんで。 いつもの通りにあの鬼エゴサをして <laughs> 知ったあのいいコメントなんですけど、はい、そういうコメントが多くて本当にね珍しく悪いなんかマイナスなことをあんまり言われずに、うん、あの気持ちよく歌わせていただきました。なので是非、まあ、ネタバレね 私だけはしちゃいましたけどこの今のこの時点で本当に見てて予想するのも楽しいですしまあ知ってても多分楽しめると思うのでぜひマスクドシーンが気になった方は、えー、配信でご覧になってみてくださいあれ結構長い間、うん、言わないでくださいっていう期間があるわけですよね絶対言っゃいけないんで車を降りる時に あのこうすごい長い布がついた帽子みたいなのをかぶって全部隠してあの楽屋の入りとかを全部バレないようにやったりとかあとはまあマネージャーさんもなんかこうマネージャー同士で顔見知りの人いたりするからマネージャーさんもかぶされてたし車のナンバーとかも気を使ったりとか。やっぱ 中にはパネラーの中では仲のいい芸人さんとかもいたんですけど、はい、もちろん言えないしあとは始まってからですよねもっと大変なのは、はい、やっぱり分かっちゃう人は分かっちゃうと思います声でで「ねえ!」みたいな感じで、はい、LINE とか来て「なんて返したらいいんだろう」みたいな <laughs> ですよ、ね、なんかまあ絵,も絵文字で返したりとか <laughs> どんな絵文字を使うんですか <laughs> <laughs> グーみたいなな何 <laughs> とも取れる何 <laughs> とも取れるなん何と,とも取れないスタンプでごまかしたりとかしながらやっと皆さんに言えてよかったなっていう,ーそうですねすっごい楽しかったですけど海外のねテイストもありつつなんか見てる人が「ふーとか言いながら日本ってあんまないじゃないですか、うん、そういう文化が。 なので上げ上げのステージを本当に楽しませていただきましたいやあれ盛り上がってる感じがすごかったですねなんかスタジオの本当にもう大変でしたよみんなあの観覧のお客さんも含めてみんなも毎週のように PCR を受けて万全な状態で整えてあのステージがようやく行われたという感じで、はい、すごく楽しい経験になりましたのでぜひ皆さんご覧ください、うん、あとと、ね、今日言いたいたことは えー、矯正をね私ずっと歯の歯列矯正をずっとやってて、はい、で去年かなに矯正器具外したんですけど、はい、あのそのやっぱ歯って動いちゃうから矯正の器具を外した後も透明のマウスピースをつけて、はい、あの補強をする、はい、簡単にこう前の歯並びに戻らないようにつけて寝てくださいって言われてるんですけど私その。 世界一苦手なのが継続なんですよ <laughs> マジで継続できなくて何よ,な何よりも苦手でマウスピースをつけてこなかったら、はい、本当に徐々にせっかくね1年とかかけてやったものが戻ってきちゃったんですよ。でそれがすごい気になって最近医者さんに行って「もう先生もねあきれてるんですよもうみーちゃん頼むよ <laughs> みーちゃんお願いだよ」みたいな「うん、新しくマウスピースを作るから」 もうこれ今回は絶対やってって言われて今2日目なんですけど、うん、今もうマウスピースをつけた状態で。 やってるんですよこのラジオ全然わかんないですね言われないと滑舌がちょっと気になってたんですけどなんとか大丈夫ですかね全然わかんないす分かんなかったらとにかくんか一日17時間以上つけてほしいって言われてなかなかね難しいんですよ仕事をしながらだとねなんでラジオは顔も見えないし滑舌に問題がなければつけてやろうかなと思ってちょっとすいませんオープニングトークで実験を今している状態もしちょっと聞きが 聞き障りが聞き心地が悪いよっていうのがあればまあ間のね CM とか撮ろうかなと思って、うん、今ちょっと実験中ですので皆さんもし気になる方がいたら Twitter、はいえー「カラフルオセロ」で教えていただければなと思います、うん、そしてこの番組 YouTube で同時生配信をしています YouTube で見てくださってる方こんばんはー 文化放送の公式チャンネルからご覧いただけますのでぜひチェックしてみてくださいそして先ほども言いましたようにカラフルオセロの番組公式 Twitter もありますカラフルオセロで検索していただくとすぐに出てくるのでぜひともフォローの方よろしくお願いしますさてこの番組では毎回リスナーの皆様からテーマに沿ったメールを募集しています今回のテーマはこちら最近泣きました はい、大人になると思い切り泣くことって少なくなると思うんですよだからこそその貴重な瞬間の話を聞かせてもらいたい嬉しし涙悔し涙感動の涙何でも大丈夫です皆さんが最近思わず涙を流してしまったエピソードを募集します私泣いたかな結構泣い,泣いちゃうんだよね私は結構感動ものの作品でも泣くしか人に思いを伝えようとすると泣いちゃうんですよなんかわ、うん、かります、えーと 私今こういうふうに思っててこれが辛くてみたいなことをなんか話してるうちにどんどん関係余って泣いちゃうっていうですね<ー>女の子らしいところが実は意外とねあるんですよ。はい、ということで「いちば最近泣いたことどんなことですか?」「もともと涙もろい方ですか?」などいろいろなですね涙のエピソードを募集しています。はいえー、受付メールアドレスは c o j o q r n e t そしてツイッターでも同じテーマで募集しています。皆さんが最近思わず涙を流してしまったエピソードをハッシュタグカラフルオセロをつけてツイートしてください。カラフルオセロはカタカナです。番組の感想や峰岸への質問などもお待ちしています。よろしくお願いします。峰岸みなみのカラフルオセロ、この後9時までお付き合いください。まずは1曲。Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World。 こんなのバズってましたよ文化放送から生放送でお送りしています峰岸南のカラフルオセロ続いてのコーナーは芸能人たるもの世の中のバズりに乗り遅れてはいけないということでリスナーの皆さんが SNS などで見つけたバズってる情報を投稿してもらおうというコーナーです、えー、自分自身がバズったという体験なんでも OK です ちなみに先週このコーナーで紹介したフィギュアにしか見えないお菓子を作っているホイップシュガーさんがカラフルオセロの公式 YouTube に,に見ててててもらえて嬉ししいいでですすとコメントしてくれていたそうです私もツイッターでこのホイップシュガーさんのアカウントを見ていやあれね見始めると止まらない本当に綺麗な本当に食べれるとは思えないお菓子。 本当にすごいので <laughs> 語彙力がないい本 <laughs> 本当に本当ににすごいのでぜひホイップシュガーさんの Twitter とか YouTube とか見てみてくださいそれでは皆さんから届いたバズり情報を紹介していきましょうえラジオネームプクリン親方さんからいただきました先週ホイップシュガーさんというアイシングクッキーの制作者を紹介したプクリン親方と申します 今回私が紹介したいのはあからさまに食べ物なのにキャラクターのように見える作品を作るポポンンさささんんですすはツイッターを中心に活躍されていますキャラクターのように見える食べ物とは何かと聞かれたらクリスマスケーキに乗ったサンタのマジパンのようなものやアンパンマンをまねたアンパンを想像すると分かりやすいですがポンジローさんの作品は全く異なります。 和菓子や洋菓子、塩釜焼きなど多岐にわたりどれも美味しそうな食べ物であるのに完全にポケモンの姿をしていますそして何よりもそのポケモンの特徴や可愛さを表現しているところがすごいと思っています相変わらず言葉だけでは説明不足なので資料を添付します、参照してくださいすごいですねこの人、先週も採用されて<週>こういうの詳しいんだな見てみます、画像をいただいているので なるほどねああこれなんて説明したらいいんだろう確かに今回のは食べれるってわかりますね、うん、食べ美味しそうなんですよね、うん、食べ物なんだなってわ、うん、かるんだけどポケモンのキャラクターを忠実に再現しながらも美味しそうっていうそうですね塩釜焼きのコイキングコイキング,コイキングいいですねこれそれ美味しそうですね、うん、普通に美味ししそうだし 見てこいコイキングだってわかる。うん。料理系私好きなんだよな。探せばめちゃくちゃいるでしょうね。いやいっぱいいるでしょうね。他にもね。プリン親方レギュラーになりそうじゃないですか。<laughs> ありがとうございます。<laughs> またなんか探してほす、ね、ぜひまたあったら教えてください。続いて、えー、ラジオネームパパのママレートさんからいただきました。みーちゃんスタッフの皆さんこんばんは。新米が美味しい季節になりましたね。 でもたくさんあるお米の種類にはどんな違いがあるのかって知ってましたかこれをわかりやすくグラフにしたツイートがバズってましたよみーちゃんもぜひ参考にしてお米を選んでみてはいかがですかその画像を貼っておきますねうん。私あれなんですよねなんか新米が美味しい季節とかも知らない今新米の時期なんですかあ今そうなんですよねそうなんだそういうのわかるの大人って感じだなこれは <laughs> 好みの「お米が見つけられるおお米米チャートお米の品品種種はれまいだけでも品種ほどあると言われていますお米の個性が一目で分かるお米チャートを教えていただきます」っていうツイートがバズってるとすごい3万いいねなるほどもっちり、えー、柔らかめ固めあっさりに分かれていてまあよくなんか何でも見るような分かりやすいこのグラフですよね,そ,すね、はい、それの間にあるからこうなんだっていう私は。 えー、もっちりあっさりだったらうんもっちり目が好きはい、はい、で固め柔らかめだったら固めが好きなのでってなるとうん品種の名前がね書いてあるんですよねそういっぱい書いてあるんですよもう何種類も、えー、でもき私の好きなジャンルのところにあんまり知ってる名前がない<あ>福丸新之助雪若丸天の粒ハエ抜きとか聞いたことあるあ生え抜きは有名ですね で多分よく聞くのは、はい、このもっちりと柔らかめの間を言っているものでおうおうその中に結構聞いたことあるコシヒカリとか、うん、一目惚れとか、うん、うんミルキークイーンとかも聞いたことあるなだから多分家庭に出回ってるのは結構柔らかめでもっちりしてるものが出回ってるのかなっていう感じですかね。肉肉系系系系のの料料料理理理が合うううとかそういうのも書い書てありますよね本当だ、ね、肉料理系魚料理系揚げ物系 野菜系とかかに分かれてて真ん中の方がオールマイティなんでも合うよみたいになっててこれいいですよねおかずに合わせて変えたりもできるし自分の好みにもね合わせられるのでぜひこのツイート皆さんも見てくださいバズってるだけあるなっていう感じがしましたありがとうございますということで皆さんが見つけたバズり情報を送ってください。 受付メールアドレスは co.joqr.net です以上こんなのバズってましたよのコーナーでしたではここで一曲お聴きください東京事変雨天決行 FM916AM1134 ラジコでも聞けます文化放送ミネギシミのカラフルオセロ今日のメール募集テーマは最近泣きましたということで皆さんは最近どんなことを涙どんなことで涙を流しているのでしょうかの前に、えー、普通お歌を紹介したいと思いますラジオネームミートカーソルはひくめさんからいただきましたミネギシさんこんばんはマウスピースですが今のところ滑舌に問題は全然大丈夫ですよ えー、ちなみに峰岸みな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 らぬ右ぎきって早口で言えますか <laughs> お題が出てますよねお題が出てますいきますよ <laughs> 峰岸みなみなみならぬ右ぎきおおー,すごーい言えたじゃんすんごい言えた言えた大丈夫そうですねマウスピースをつけてでもこのままいけそうですねいけそうですねこのままこのままいっちゃいたいと思います、えー、じゃあ メールのテーマ「最近泣きました」のメールを紹介していこうかなと思います、はい、えっと,と書いいて、と読むさんからいたた。だきました私は、えー、腎臓の左右に一つずつ石がありました9月左の石が出てくるとき、尿管あたりで激痛と吐き気あまりにも痛くて少々涙ちょちょ切れました おかげさまで左の石は体から出てくれましたあと右の石が腎臓にあると思うとまた涙がちょちょぎれそうです痛そういきなりハードなのっきましたね、うん、聞いただけで痛そうですよね <laughs> 実は私も最近<え>あの番組、えーと「主治医が見つかる診療所」っていう番組で人間ドック初めて受けたんですけど、はい、石持ってたんですよえっほんですか多分腎臓 だった気がする腎臓うん腎臓に石があったので、はい、多分全く同じ状況でなんか、ね、悪さをし,しなくてずっとそこにとどまってくれたら大丈夫なんだけど、はい、出てくるってなるとマジで痛い三大激,激痛って呼ばれてるらしくって、えー、怖くなったこれ聞いたら <laughs> まだじゃあ一応そのままにしてあるんですねそれは。 なんか別に何もないかもしれないからなんか無理して手術をする必要はないらしく、はい、でもこんな痛いって思ったらなんか事前に予防しておきたい気もするしそれほど痛いらしいですからねいやあ <laughs> どうしよう出しときたいなー <laughs> 急に来るってことですもんね急に来る可能性もあるってことですよねうわー迷うなーなかなかねその 決心つかないですよねそうなんか人間ってこう今すぐなんか害がないものって<う>なかなか後回しにするじゃないですかす、ね、それ悪い癖ですよね、はい、ちょっとなんかねできるものなら取っとこうかなってこのメールを見ると思っちゃいますねお疲れ様でした、うん、お疲れ様でした他にありますかねはい。ラジオネームのりたまさんこんばんは最近泣いたことはありませんでも泣きそうになったことはあったのでそれでどうにか 私は高校のバスケ部の顧問をしているのですが、去年までは部員がゼロだったのが、今年に入って二人入ってきました。そしてなんと最近になって二人入りたいと言ってきました、えー。部員が増えたことが嬉しすぎて泣きそうになりましたが、涙は出てません。ただ、あと一人で試合に出れます。1月に新人戦があるので、それを目指して練習しながら、部員はあと一人集めて試合に出場したいと思います。 そして勝利を挙げて次こそは嬉し涙を流したいと思いますそしてその暁にはここで最近泣いた話として報告させてくださいというすごい、うん、構成がバッチリの 素敵なメールですねこいいですねそれ素晴らしい、えー、え、でもバスケ部人気ありそうなのに部員がゼロだったとかあるんですねいやそこびっくりですよね,ね人気部活な感じ私も小学校の時はバスケットクラブでしたよあ、僕も高校の時バスケ部でしたあやっぱね人気ありそうなのに、はい、まあでも今コロナとかもあってねなかなか部活がね<ー>頻繁に活動できなかったりすると思うのでうで,、ねはい、でも私はもう中学高校と部活に入るのをやめてしまって、はい そういうなな、んだろうな運動部でしか経験できない青春ってあるじゃないですか、うん、だからねぜひともこのバスケ部も人数増やしてね青春してほしいなと思います,いす、ね、どうですかツイッターの方来てますかツイッターの方でも読ませていただきますえモンチッチさんからいただきました最近涙したことはマスクドシンガーでみーちゃんの赤いスイートピーを聞いた時です 何回も聞いたことある曲で明るく可愛い感じなので泣く雰囲気ではないんですが、自分が大人になったもんおごめんなさい自分が大人になったのもあるのかすごく歌詞が染みました。みーちゃんやホシさんは曲を聞いて泣いたことありますか。どうですかホシさんあ。ありますあります。ええー。<laughs> 何聞いたんですか。<laughs> なんかあのー、その時の自分のなんていうんですか精神状況みたいので泣きやすい時って。 僕はあのなんかお酒を飲んで帰り道とかにあの一人で一人で歩いてる時に必ず聞く曲っていうのがあって桑田佳祐さんの曲なんですけどそれを聞くとなんかその時の気分によってはもう必ず泣いちゃいますよね <laughs> <laughs> な。なんで曲名伏せるんですか。あ曲名があれてくださいよ。今ね曲名がね違うんですよ。どう忘れしちゃったんですか。<laughs> <laughs> いつも聞いてるのに。じゃあちょっと次までに。なんかそれ聞いちゃうとやっぱ気になります曲名が。曲名、はい、ちょっと思い出したら言ってください。調べて本当にどう調べてください。<laughs> 本当にどうせちゃいますよね。はい、あえてじゃああえて伏せたわけじゃない全然違います。すま <laughs> 出てこなかった。じゃあ後ほどホッシーさんが泣いた桑田佳祐さんの歌もお楽しみにということで <laughs> え文化放送三岸美奈子のカラフルオセロまだまだ続きます。ではここで一曲遠藤正明高骨ラビリンス。 FM916 AM1134 ララジコでも聞けます文化放送ミニ岸南のカラフルオセロ今日は「最近泣きました?」というテーマで皆さんが最近思わず涙を流してしまったエピソードを送ってもらっています。ホッシーさんがさっきあのあれですよねメールで「音楽を聞いて泣くことはありますか?」って私たちに聞いてくれた方がいたんですけど、はいはい、ホッシーさんがあの桑田佳祐さんの曲名が全然浮かばなくて。<laughs> すいません、なんか変に引っ張った。なんい大事なのかなと思った。思い出しました。あ、これです。なんていう曲。祭りの後っていう曲ですね。祭りの後。ええ。これシングルですか。シングルです。もうけすげえ昔ですけどね、2十何年前。ええ。あ、意外と明るい感じなんですね。そう、明るいです。なんかバラードじゃないんですけど。なんかね、これをね、飲んだ帰りに一人で聞くと。なんかね、しみるんですよね。 ああ、もうまず声が優勝ですからね。<laughs> 声が優勝うん。飲んだ後ってなんか飲むとなんか涙腺緩みますよ、ね。よえ緩みますね。私も結構飲んで泣くことあります。なんかすごい面倒くさいって言われます。飲んで最初はイエーイって言って飲んで <laughs>、はい、みんなと一緒に乾杯とかして、はい、結構盛り上がるんですけど、はい、なんか中盤どんどんなんか？はい 気持ちがななんかなんていうんですかねあれなんていうんだっけセンチメンタル、はい、おセンチになってきてんなんか結局みんなには大切な人がいて私のことなんて一番じゃないんじゃんみたいなモードになるんですよめんどくさいめんどくさい <laughs> めんどくさいですね <laughs> あじゃあその場で泣くんですか結構みんながいる前でなんか泣,泣く時ありますね<ー>本当嫌ですけどね,んねこんなこと言ったらまためんどくさいと思われると思うけどいやでもいいんじゃないですか泣いたり怒ったりする、うん ターンもあります飲んじゃうとはいということで皆さんが最近思わず涙を流してしまったメールを紹介させていただきますラジオネーム雪だるまさんからいただきましたみーちゃんこんばんは私が最近泣いたというかうるうるしたことは娘のウェディングドレスの試着に付きあった時のことウェディングドレスを着た娘の後ろ姿を見て大きくなったなーっていろんな思いが込み上げうるうる きっと披露宴の最後には号泣だと思います。それまでは笑顔で過ごしたいと思います。素敵。こりゃ泣きますよね。でもそもうここで泣いてたらもう披露宴大変なことになるんじゃないからね。大変ですね。いやーそうなんだ。素敵な話だな。ウェディングドレス。なんかよく結婚式で、うん、この何新婦さんが、はい、あのー、家族に手紙を書いて。うん なんかみんなが泣いてるシーンあるじゃないですか。すね、私実は結婚式に行ったことが今まで二回ぐらいしかなくって、うん、少ないですね。はい。なのでなんかあんまりその感覚を味わったこともないんですけど、うん、いやでも絶対な泣いちゃうんだろうなっていうのは想像イメージはもうできています。<laughs> はい。えホッシさんは、はい、どうですかもし自分の娘がとか考えたら。 あ自分の娘が、うん、あうちはまあ男の子なんですけどかだからでもまあ泣くでしょうねも今男の子だけどもう子供が何かするだけです本当に泣きそうになるから<ー>これが女の子で何かするだけでああ何でも、うん、なんか新しいことなんか一個するだけで<ー>もう泣きそうになりますよああんだろう そうあと前ちょっと話したけどなんか言葉をどんどん覚えるから、うん、なんか僕に話しかけてくれる言葉一個で本んにへえ<ー>もう子供ができたらあの涙もろくなるのはあれ本んですよ。 度また上げちゃった <laughs> 下げようって昨日じゃない先週決めたのに下げようとは言ってないです、ね、<笑><笑>そうそう人間っぽいところも好感度下げようじゃないですね人間らしいねそんなそんなテーマはないです見せてくださいね今後はそうですねはいということでこんな感じで受付メールアドレスは COUR.net ツイッターは「カラフルーセラ」をつけてツイートしてください ツイッターメールメメルルまままだありすすか、えー、すみません。はい,はーいではラジオネーム「アールンさんさ今日の学校の昼休み何が面白かったか忘れたけど友達が面白すぎて笑い泣きしましまた。オンライン授業の時は対面授業始まらないでほしいな早起き嫌だなと思っていたけど対面授業が始まって毎日友達に会うようになると意外と楽しくてやっぱり学校があった方がいいなと思いました。 みーちゃんは家にいて寝ているのが好き派ですかそれとも友達と会って話したりする方が好きですか私は時と場合によります <laughs> ずるいな時と場合によるよ私もそれ言っちゃうとね<も>何年も <laughs> えー、どうだろう私今日久しぶりに4時,4時半ぐらいまでがっつり寝ました 夕方の,夕方のさっきまで寝てました。えそうなんですね <laughs>、はい、ということで <laughs> 今日は元気にお送りします「文化放送峯岸みなみのカラフルオセロ」この後も夜9時までお楽しみください時刻は8時になりました東京浜松町文化放送から生放送でお送りしています峯岸みなみのカラフルオセロ」7時から引き続き私峯岸みなみがお届けしています。 いやーなんかうーんそうだな3回目結構夕方までさっき言ったように寝てたんでなんか久しぶりに喋った感が強くて今このラジオの現場に来てなんとなくちょっと半分寝てる感じが、うん、ぼーっとしてる感じが強くてラジオの日は何もなくてもちょっと早めに起きて喋ったり行動したりした方がいいなっていう風に思いました、はいはい、今日までの反省 <laughs> はい。 ということでこの番組ではリスナーの皆様からテーマに沿ったメールを募集しています今日のテーマは「最近泣きました?」ということで皆さんが最近思わず涙を流してしまったエピソードを送ってもらっています受付メールアドレスは c o m a j o q r n e t ツイッターは「カラフルオセロ」をつけてツイートしてくださいカラフルオセロはカタカナですまだまだ募集していますので皆さんどうぞよろしくお願いします続いてはこちらのコーナーです ミニ岸からのお悩み相談パーソナリティである私ミニ岸みなみが抱えるまあ、小さめな悩みをリスナーの皆さんに相談して解決してもらおうというコーナーです今回私が皆さんに相談したい悩みはこちらまだそんなに知らない人へのプレゼント まだそんなに仲良くないけどその人の誕生日のタイミングでまあ会うことになったからなんか渡した方がいいかな渡したいなみたいな時ってあるじゃないですかそんな時のベストなプレゼントを教えていただきたいです早速皆さんから届いたアドバイスを紹介していきましょうラジオネームキヌさんからいただきました私はまだそんなに知らない人へのプレゼントはだいたいスタバカードを選んでいます スタバなら誰でも一つぐらい飲める食べれるものがあると考えられるしかさばりませんなおかついやらしさもない気がするのでいいかなと思っています入れるお金も自分で選べるので割といい選択なのではないでしょうかついでにみーちゃんがスタバに行くとしたら何を選ぶか教えてくれると嬉しいですなるほど確かにスタバカード結構ほぼ正解な気がするけど、うん、値段難しいですよね難しいですねなんか、 うん、なんか5,000円ってでかくないですか結構かります結構、はい、なんかああ稼いでんだなって思われそうだけど <laughs>、はい、うん1,000円じゃやっぱちょっと少ないんですよね2杯飲めないぐらいの感じで少ないし、うんうん、まあ3,000円なのかなそ<う>3,000円が一番いいのかな多分3,000円のスタバカード、はい、正直俺結構よく使いますよあの人に何かあげる。 本当ですかえほっしーさんおしゃれですねいやいや便利なんですよもらああ俺はもともともらった人からもらってあこれすごいいいなと思って使えるなと思って確かにそっから自分も真似して人にんか困った時はそれあげてるんですけどやっぱ3,000円です3,000円うんなるほどスタバカード3,000円分これはかなりいいですねそれ参考にさせてもらおうと思いますめっちゃ正解かも私はスタバに行くとしたらえ冬はうん ほうじ茶ティーラテを飲むことが多いですね<ー>、えー、ソイ豆乳に変更して、はい、オールミルクで<ー>、はい、飲むことが多いのでこの秋冬はぜひほうじ茶ラテソイのオールミルクにやってみてください、はい、そして他にもアドバイスをいただいておりますラジオネームパパのママレードさんみーちゃんスタッフの皆さんこんばんはまだそんなに知らない人なら僕はバスボムを押します 手頃な値段だからもらう方も気兼ねなく受け取れるし消耗品なのでお部屋の邪魔にもならないし性別を問わず送れるのでバッチグーだと思いますこれも確かにわかるな結構このアイドルの現場とかはスタッフさんにこうセットをもらうことが多いですね、うん、なんかボディーソープとかハンドソープとか入浴剤バスオイルみたいな、うん、ただあのみんなは嬉しいと思うんですけど、うん、私に関しては マジで、あのお風呂入んないんで、ほぼ。お <laughs> 風呂入んない,ってい,うとい。朝に入るよね。よ朝に入るから、その夜のリラックスバスタイムみたいなのがほとんどないから。はい、どん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 溜まっていっちゃって。<ー>正直、後輩にお裾分けしちゃう時とかもある。あ<ー>だから。相手が結構そういう、はい、なんていうんだろうな、もらう機会が多いだろうなっていう人だったら、ちょっとなんか。はい 躊躇しちゃいます私はなんかメンバーとか後輩とかにあげるってなると、うん、いやみんないつももらってるだろうなーって思って避けちゃうんですけど、うん、でも学校の同級生の友達とかだったらそんなにねたくさんするのもらう機会ないかもしれないから女の子は嬉しいと思うんですけど私系の女の子は、うん、もしかしたら。 いや嬉しいけど使わないんだよなって人もいるかもでもそれ見分けるの難しいですよね夜お風呂入らないけど人確かにねまあ確かに無難だと思うえちょっとすごい素朴な疑問なんですけど夜お風呂入んないってことはメイクとか落とさないで寝るんですかそうですよそれ大丈夫なんですか5日連続正直なところここ最近の最長記録なんですけど5日連続ぐらいメイクしたまま寝てる今いや誇らしいことじゃないですよ最長記録 更新しただまあなんか次の日がテレビとかになっちゃうと、うん、あさすがにメイク落として寝ようとか思うんですけど、うん、ここ最近結構ゆっくりのスケジュールを過ごしていたんで<ー>でも私あの肌が荒れないんですよあんまり。あもともといいですね、うん。だからうぬぼれ ちょっとアグラを描いてますね <laughs> こう D になるほど DNA にあぐらをかいてるでもやっぱり毎日メイク落として、はい、お風呂に使って寝た方が調子はいいのも分かってるんですよ、うん、ただ最低限そんなに荒れないかいいかって思う日々が多くて、うん、うんこれは結構羨ましがられるパターンと引かれるパターンに分かれますね引い,いてる女性の人びっくりしてんじゃないですかでも今そんな ででも私の周り多いんですよメイクしたまま寝る人あそうなんですね、うん、<ー>でも絶対将来後悔するからやめた方がいいよって言われるんですけど、うん、さっきの腎臓の意思にもつながるんですけど <laughs> 今すぐ何か起きてるわけじゃないからまあいいかと思っちゃうっていうあね人間ってそうですよねうんまあでも絶対落とした方がいいと思います私も <laughs> 今日は落として寝ますもう絶対に今日は落とすラジオネームもんかちゃん 同じ女の子だったらコンパクトミラーとかどうですか香水とかだと匂いの好き嫌いがあって選ぶの大変だけど鏡だったらみんな使うし持ち歩くのでちょうどいいと思ってあげたりしますなるほどコンパクトミラーかうーんこれもな私系女子はそんな事案のこのうにないんですけどズボラ系女子はもう何でもいいんですよコンパクトもう私あの携帯の はい、あと黒い画面あの、はい、待ち受けとかボタンを押さずにつけなかったらまあ携帯黒いじゃないですか、うん、それ最近よくやりますよねみんなねえそうなんですかけ結構やってる人いますよね私この携帯の何もつけてない黒い画面でメイク見ますもん,うんそれぐらいズボラとかシャドウのアイシャドウの蓋の裏の鏡とかでできちゃうからあ<ー>うんまあでも普通の女の子は嬉しいと思う あんまりでもコンパクトミラー使わない人も多いんですかね、じゃあなんかなんかにくっついてたらそっちの方がまあ一ちい荷物が一個増えるっていうことに抵抗、うん、がある人はもしかしたらいるかもしれないけど私ももらったら使うかもなるほどけど、そういう人じゃないって思われてるからもらわないんですよねミラーを <laughs> うーんなんかみんな女子力が高いなできればの、ね、男女ともに、うん、とか、まあ、女の子は多分仲いい子にあげることが多いから、うん 自分で選べるんですけど、はい、なんかスタッフさんとか、うん、なんかそうですよねおじさんとか <laughs> お,じん、ね、おじさんとかに何あげたらいいか知りたい<の>年配の男性に <laughs> ありますかねそういうあラジオネーム数々さんから頂きましたえかわいいコージーコーナーのショートケーキ俺がもらったら嬉しいからその方年齢ね書いてありますよね、うん、おじさんですね,ね <laughs> こージーコーダーのショートケーキ嬉しいですねかわいいかわいいですよねいやでもこれは少数派だと思うな現場でいきなりショートケーキもらったら困るもんいや冷蔵庫とか <laughs> そう、ね、持ち歩き時間とか食べられないっていうね食べられないから、はい、うんまあねかわいい小さな幸せって感じでかわいいラジオネームみかんちゃん食べ物が OK なら市販のお菓子とかどうでしょうかまだそこまで仲良くない同士なら頂い,いたものがずっと残るものより 残らららなないい消耗品ととかの方がもらって困らないと思うんですネクタイとかアクセサリーとかよりもちょっぴりおしゃれなクッキーとかチョコレートとかの方が自分だったら困らないし嬉しいなって感じます確かにね何かありますもんねあのディーンデルーガーとかさおしゃれなあのクッキーとか箱詰めになって売ってるとかね、はい、ありますからねそういうのもいいのかなと思いますけどうーんちょっと正直まだピンとくるものが。 スタバのカードがまあまあまあ、今一番かな。なかか私の想像の範囲を超えてきてくれてないかなっていう、うん、まあ。ところはちょっとあります。正直言うとね。なるほど。うん。そうですね。峯岸さん、逆にこうもらって嬉しいのって何なんですか。うーん。もらって、最近嬉しかったのは。私、ね、寝つきが悪いって、前もこのラジオで話したことあるんですけど。はいはい、なんかね。 なんてピローミストみたいなマスクにあマスクじゃない枕にシュッシュッシュッ,シュッってすると、えーうん、なんかこう眠りにこう誘導してくれるようなアロマのやつみたいなのはん,、うんね、んか自分では買わないし、はい、なんかいい気がして嬉しかったです、うん、おしゃれなプレゼント。まあ難しいなこのプレゼント問題。 難しいですすね永遠に続くですよこの談義はん今のところやっぱりスタバあとは何だろうな自分が人からもらって嬉しいプレゼントまああのセンスがいい方から私に似合うと思ってっていう,、うん、こうリップ色とかも選んでくれてもらうのは嬉しかった自分でそのたくさんのリップの中からどの色を買おうかってすごいいつも悩んじゃうんでなるほど人からこれ似合うと思うよって言って。 いただけるのは嬉しかったけど。うん、でも、それ仲良くない人には通じないじゃないですか。そうですね。あうん、なかなかと、男性目線から言うと、女性に似合うリップの色を選ぶの難しいですよ、ね。難しいですよね。男女問わず、年齢問わず、嬉しいっていうのないのかな、便利なやつ。便利なやつね。ちょっと引き続き、メールでも、ツイッターでも、募集したいな、うん、とい、ね、思います。<れ>あ、考えるの忘れてた。 私が次回皆さんに相談したいお題をね。はい。え、じゃあ、えー、っと、<laughs> いいですかもう一周これでもいいですけどね、全然。ああ<ー>。でもあれば。えーっと、いきます。はい。何色が好きって聞かれたらなんて答えればいいですか <laughs> <laughs> どうでもいい <laughs>。ああ、でもそれわかるわ。迷いませんはい。なんか、 ななんでで聞かかかれてるるのかによるじゃいす好きな色はまあ,あるけど、はい、じゃあそれがなんかプレゼントをあげようとして聞かれてるなら、うん、洋服だったらその色じゃないなとか、うん、とかなんかあと何色っていうことでこういう人なんだって思われるかなとかそうそうんで聞いてくるのかも知りたいし。うん 一概に言えないじゃないですかそうですねじゃあ黒が好きって言ったらなんかコスメのんくせなと思われそうだしなんかねなんかわかりますわ <laughs> かりますよ <laughs> そんなこと気にしなくてもいいんですけどまあなんて答えたらいいですかっていう質問も意味わからないと思うんでまあ <laughs> 聞かれたら何て言ってるか皆さんがねんが教えてくれたら嬉しいです好きな,色と,きな色と好きな理由を <laughs> 私が聞かれたくないって言ったのでこっちが聞くっていうスタンスですけどねみんなどういうふうに答えてるのかなっていうの参考に好きな色とその理由をぜひ送ってきてください受付メールアドレスは co.joqr.net 峰岸からのお悩み相談のコーナーまでお願いします、うん、ではここで一曲ランプ君が泣くなら ちっちゃな幸せ見つけた文化放送からお送りしております峰岸みなみのカラフルオセロ続いてのコーナーは声を大にして言うほどではないけど自分的には幸せを感じたそんなちっちゃな幸せを送ってもらうコーナーです早速紹介していきましょうえー、と,、えー、とラジオネームマー、まあ、さんからいただきましたあラジオネームを今日から みーちゃんのサイン欲しいにしようかなって書いてあるはいラジオネームまーさんからいただきました、えー、放送楽しく聞いています僕は三重県民なのでみーちゃんに会える機会はほぼないはずなのですが今日月曜日のお昼頃コンビニに行っておにぎりを買った時みーちゃんに似た人とすれ違いましたこんな田舎にはみーちゃんはいないよなと思い声もかけられなかったでも嬉しかった小さな幸せです <laughs> 気持ちは嬉しいですけどね声かけなくてよかった <laughs> 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 だってびっくりしちゃいますよね三重県でコンビニでえみーちゃんですかこれちなみに違うんですよね違いますよ。うん、寝てましたから私ずっと家で,そうですよ、ね、4時半まで寝てたんですもんねみーちゃんですかって聞かれても困ると思うし みーちゃんに似てますねもっっとと困ると思う <laughs>、うん、よかったです声かけなくてでもなんかこの世の中に私と会えるかなって思いながら生きることが幸せって言ってくれる人がいるっていうことがちょっと私にとってもちっちゃな幸せだなって嬉しいです嬉しただ今話してて思ったのがこれもちょっといつかのメールのテーマにしてほしいんですけど。 みなみに似てるって褒め言葉 <laughs> っていうメールのテーマ <laughs> なんかうんいや褒め言葉でいいんじゃないですかもうそれは。いや見に葬ろうかな <laughs> そのままれはっきりさせるべきお題じゃないかもしれないけどなんかあのー、最近みーちゃんに似てるって言われて嬉しいですみたいな人も世の中にはいてくれてメッセージくれたりするんですけど、はいはい、なんかね ミなみに似てるって言われた、うん、なえたみたいなツイートを見たことあるんですよ。うん、で確かに自分の中でもめちゃくちゃグレーだなとも思うんですよ正直。だからって思ったけどいいやこれははっきりするようなさせじゃない,いや怖いいですか。うん この番組がなんかもうずっと続いて、はい、あの、もう、もっとすごいホームになって。はい、私も強靭なメンタルが育ったらいつかやるかもしれない。まだいい。まだいいです。もうちょっとじゃ、寝かしましょうか。ね、はい、そうしてください。はい、では続いて。ラジオネーム、花とエインさん。セロハンテープの切れ目が一発で分かったぜ。<laughs> ポケモンゲットだぜみたいなテンションで。 セロハンテープの切れ目ってわかんないもんだっけ。いやなんかたまにすげえわかんない時ありますよあれなんか。あと私あれねあの何ですかあのコロコロ猫の毛とかのやつあれめちゃくちゃわかりづらい。確かにねめちゃくちゃちっちゃな幸せですね。それ本当にまさにちっちゃな幸せですね。こういうのでいいんですよね本当ありがとうございます。 ラジオネームカラメルプリンさん。私が見つけた小さな幸せですが不在届の電票番号が間違っていたことですん電票番号はドライバーさんの記入欄になっていて手書きで書かれていたのですが下8桁の文字列が見たことある番号で確認したところ誤って私の電話番号の下8桁が入っていることが判明その後、正しい電票番号を確認し無事再配達を頼むことができました こんな間違いはそうそうないと思うんで逆にラッキーかなと思いましたと今日受け取る予定でしたが残業で8時までに家に帰れずちょっとと申し訳なさとプラマイゼロですえ、わかんないどういう状況ですかこれそれねだいぶ強引に持ってってますよね幸せにだから幸せな話じゃないってことなんか多分その 不在票2の「伝票番号」って書くところがあると思うんですけど、うんはい、そこの伝票番号に自分の携帯番号が間違って書かれちゃってたっていう下4桁が、はい、でそんなミス、うん、レ,アでレアだからラッキーとことだと思うんですよね。あなななるほどそ<う>こんなミスはそうそううういだろう 逆にラッキーじゃねみたいなことかなるほどなるほど相当前向きですよだからその人見習いたいですねいいなんか嫌なことがあっても、ね、ポジティブに捉えられるというね、うん、しかも残業で八時までに家に帰らなかったのにちょっと申し訳ないなって人を思いやれる心そうですねプラマイゼロって言える、うん、<全>人間の鏡ですよこれからもちっちゃな幸せ <laughs> バンバンあると思います 元気出していきましょうということで皆さんからのちっちゃな幸せを送ってください受付メールアドレスは CO−joqr.net ちっちゃな幸せ身につけたのコーナーまでお願いしますではここで一曲聴いてくださいシーローーーログリーンクライイベビー私耐えてます文化放送からお送りしております峯岸みな南のカラフルオセロ 続いては539日間の禁酒に成功した私峯岸みなみに負けないぐらいの我慢エピソードを皆さんから送ってもらおうというコーナーですそれでは早速紹介していきましょうラジオネームサムライダーさん自分は今豆腐を食べるのを耐えています今ホワイトニングをしているのですが NG 食材に豆腐とあって驚いています毎朝豆腐を食べていた自分にとっては苦しい日々です イソフラボンもポリフェノロルの一種なのでホワイトニング後に食べると歯が黄ばむそうですえ知らなかったそれねそ,そうなんですね全然知らなかったですね私もホワイトニングやったことありますけどやっぱ色のついた食べ物とか飲み物を結構言われるんですよ、うん、まあカレーとかもちろんですけど、まあ、ワインコーヒーとかそういうものを言われて豆腐マジで知らなかったなねえ豆腐なんて絶対つかなそうなのにね,ねえ白いから。 私今マウスピースつけてるって冒頭でも言ったんですけど、はい、このマウスピースってもう1回取るとその後ご飯食べたりとかして歯磨いてマウスピースを洗ってまたつけなきゃいけないっていう,こう手間があるんで、うん、なるべくなら1回つけたらつけっぱなしでいることが一番いいんですよ。でもお家に帰って外してご飯食べたたらまた歯磨い,てつけるっていうのがよくて外出中にこう取ったりつけたりとかをなるべくなんかするのめんどくさい。うんで 私も今日あの現場来て私の大好きなグミをいつもね置いといてくれるじゃないですかはい、はい、でも今こうグミ食べるためにマウスピース取ったらその後また、はいろいろつけるまでの道のりがあるしあ<ー>と思ってめっちゃ耐えて、はい、今グミを食べれなかったっていうあつば食べてなかったですねだから持って帰っていいですか <laughs> このマウスピースほんとめんどくさいああね大変なんですね大変大変スピースまあでもねホワイトニングもこの矯正もやっぱ歯って大事ですもんねそうです印象変わりますもんね、えー、人間のね,、はい、ねちょっと悩みは違いますけど一緒に綺麗な歯目指して侍ジャーさん頑張りましょう、はいはい、では続いてラジオネームオムライスさん みーちゃんこんばんは、えー、最近会社に中途採用のおじさんが来ましたよくある話でお,おじさんなので多少逆とか言うのですが何かと言葉にトゲがあり KY な感じがします初めはまあいいかとか思ってましたが毎日になると「てんてんてん」頑張って耐えてますみーちゃんならそういう時どう空気を変えますか難しいなめちゃくちゃね難しいですよそれおじさんね あのまあ、おじさんっていう枠でしゃべっていいのかわかんないですけどあの、はい、私すごい最近話題になってる「水曜日のダウンタウン」のおぼん・こぼん師匠の「ドッキリ」から始まった喧嘩でで仲直りしようみたいな、はい、そういうなんか特集というんですか、うん、番組をすごい話題になってたので見たんですけど、はい、あのお二人がとにかく噛み合わないんですよ。い もう仲直りするじゃんっていう手前でどっちかが <laughs> あの機嫌を損ねてでそっちがあの機嫌良くなって、はい、いざ仲直りってなると逆に違う方が怒っちゃってみたいなすれ違いをずっとも,うもどかしい気持ちで見ててあのだからおじさんっていうのもどうかと思うんですけどやっぱある程度の年齢を言っちゃうとなんかもう頑固ですよね。うん 自分の気持ち自分の考えをなかなか変えられないんだなってすごいそれを見て思ってだからなんかこっちが言って変えてもらおうとするのはきっとすごく難しいんだろうなってそのの水曜日のダウンタウンンタを見て思ったんですよ <laughs> 年齢がいった人の考え方をこう強制しようってするのは無駄だろうなって。 いや生生きてききててたあれね自分がだからそれでやっぱ成功してる方でもありますし、はい、いやーだからおじさんとどう接するかだよなーう,ーんうん,うーん私は結構考え方が古いというかなんか今ってそういう時代じゃなくないって言われるような風な考え方もしちゃうタイプなんで。 何、えー、か,うんなんか褒めおじさんを褒めて可愛がられればいいんじゃないって思っちゃうんですけど <laughs> だって嬉しいじゃないですか褒められたら若い女の子とかに受け入れられたらきっとそのおじさんも嬉しいしなんかトゲがあるような振る舞いされてこっちが気分悪くなるよりは先手必勝で先に何だろう歩み寄ってなんか「あそのなんとかいいですね」とか褒めたりとかして、うん、あなんか。 かまい,いなって思っててて思もらえて関係が円満にいくのであれば私はそれがいいのかなってやっぱおじさんって意固地だからねその硬い殻を剥がすにはやっぱこっちから歩み寄って絶対こんなね若い多分女の子かな若い女の子とかが話しかけてくれたら嬉しいと思うんでなんか自分のために相手を褒めるみたいな。 作成ももしかしたら効くんじゃないかなって私は思うので是非よかったら試してみてください。褒褒める、ねはい、褒めるるねやっぱ褒められて悲しい人はいないし嫌な気持ちになる人はいないし褒めたり話しかけるっていうのがなんかまあ人間の基本的なところですけどやってみたらなんか空気変わるんじゃないかなって思います。だから私もうん <laughs> 言っていいのかな <laughs> か別にに興味ない人にも話しかけますそれは仲良くなりたいからなんですけど、うん、自分からこうぐいぐい興味持ってるっていうスタートじゃなくても仲良くなったらきっといいところも見えてくるしこの現場が円満に円滑にいくんじゃないかなと思ったらえー、なんかえっ、ー、例えばんだろうそうそう結婚してますかとか<ー>えー、その服可愛いですねとか。 えー、おじさんの服を褒めるんですか可愛いと思ったんですよ、まあ、嘘つく必要ないんですけどで服が可愛いと思わなかったらなんだろううんえー、なんか肌綺麗ですねとか<ー>でも何でもいいと思いますよ嘘をつかずに本当にちょっと思ったことをちょっと思ったことを100にして言う興味ありますよっていう姿勢を作る それででも相手が、うん、あこの子すごいこう来てくれる子だなと思って、うん、より面倒くさくなっちゃうみたいなパターンすか、えー、<laughs> 僕それをそこまで考えて、えー、こう結構確かに引いちゃうことあるんですけど確かにそれでねこの間のメールにあってラ LINE が止まらないみたいな、ね、そう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 ,そうだから僕結構その最初の第一歩行く前に見ちゃいますねなんかこの人こうある程度距離が近まっても面倒くさくないかなみたいな。そっちののパターンがあるのか まあなんかトゲがあるっていうところの緩和だと歩み寄りかなと思ったけどそれで確かにね、うん、ちょっと粘着されたら責任取れないなっていう <laughs> ちょっとまあ実験しつつそうですねいいバランスでやってみてくださいはい、はい、まあでも全体的に空気をよくするにはね褒める話しかけるっていうのすごく大事かなと思いますということで皆さんの我慢エピソードをぜひ送ってください受付メールアドレスは c o − j o q r ネット私耐えてますのコーナーまでお願いします ではここで一曲聞いてくださいトライスラトップスハッピーサッティーマウンテン FM916 AM1134 ラジコでも聞けます文化放送峰岸南のカラフルオセロ今日は最近泣きましたというテーマでメールツイッターを募集していますたくさんいただいてますのでご紹介します えー、ラジオネーム甘えび王子さんから頂きましたこんばんはカレーライスを食べたら彼女にビンタされて泣きました何でビンタと聞いたら私がルーとご飯を混ぜて食べるのが気に入らなかったみたいです <laughs> シュールえ <laughs> 彼女強っ <laughs> びっくりしたなんかこのテンションそれいきなりビンタだったらめちゃくちゃ面白くないですかその何の前触りもなくドッキリみたいですよね <laughs> 彼女まあだから何回も言ってんじゃないですか,か、ね、彼女はもしかしたらね振り一言があったんでしょうね、うん、多分ね前からやめやめなよって言ってるのに「また、うん、やってる」でもたまらずビンタ」<laughs> <た> <laughs> いやでもなんかこの甘えび王子がそんなにそんなになんか嫌がってないというかああまあだらね、うん、日常日常,ね <laughs> 日常はですよねいろんな愛の形がありますからね <laughs> ルーとご飯を混ぜて食べるうーん えどうですすすかややりますあやりままよ。だからそれそんなに嫌なことなのかなと思って確かに私もそんなに気にならないですあのー、卵とか入れて結構混ぜちゃったりするんで絶対ビンタされるタイプの人間で育、はい、私もるから彼女よりね,ね好きなふうに食べたらいいですよね <laughs> なんか気になる食べ方とかあります見ててえー、そ<の>なんだろう男性のでもえーっとえー、っと男性っていうか 絶対ダメだろうって思うのはやっぱりあのお寿司屋でお米食べない人。うん、んああネタだけ食べるネタだけ食べる人。<laughs> まあそんな人いないない,いないかもしれないんですけど、も、ま、う、あ、中にはやっぱいたんですそのあーーまああのプロ意識ですよね。その女性タレントとか。ああそういうことか。ダイエット中で炭水化物を取らない炭水化物を取らないでまあ気持ちもわかるんですけど、お,<ー>お寿司屋に限ってはそれダメだよね,ね何しに来てんだよっていう話になっちゃいますもんね。そうです。 はいそれは気をつけましょうそんな人いないけどね <laughs> ラジオネームひかりさんみーちゃんこんばんは私が最近泣いたことは職場が異動になり慣れない環境の中理不尽なことを言われて自分の中で一杯一杯になってしまい思わず彼氏にお音を吐いた時に私の意見を否定せずにただ抱きしめて光は頑張ってるよと声をかけかっかっかっ <laughs> あマウスピース邪魔だわ <laughs> いやマウスピースのせいに気にしないだろ言わはんってたんだから疲れました <laughs> 光は頑張ってるよと声をかけてくれた時に涙が止まらなくなりました何かアドバイスをしてもらうわけではなくただ話を聞いてもらうだけでも心がだいぶ軽くなる時もあるもんだなと思いましたみゆちゃんは泣いてる時に誰かに救われたエピソードはありますか これいい彼氏さんですね。ねなんかいろんな。ほんカップルの形がありますね。売ってこう <laughs> なんかこれよく言いますよね。女の子がこう悩んでる時とかに、あ,かあのそれはこうじゃないって言うなって、なんか言われたくない。女の子は基本的に聞いてもらえてそうだよね。って言ってもらえればいいみたいな。これはなんか確かになって。 そう,そうなんですかやっぱりただ、うん、で,でさえ悩んでるし泣いちゃうぐらいいっぱいいっぱいなのに、うん、そこに新しい情報を入れてくるなっていう,うん受け止めて、うん、なんかそうだよねってやっぱ寄り添ってもらえるっていうのが一番大事なのかなって、うん、なんか泣くぐらいやっぱせっぱ詰まってる時はですね特にじゃなくてなんかまあ普通にさらっと、うん、最近こういうことあってどう思うっていう時に、うん、あの意見を 言ってもらえるのは、うん、なんか自分にないことを。自分の中にないものを言ってもらえるのはありがたいなとか、はい、人からアドバイスもらうの。勉強になるなとか思うんですけど。うん、ここまで、あの切羽詰まって泣いちゃうぐらいの時は。もうただ抱きしめて頑張ってるようは、もう大正解だと思う。うん。うん <laughs> なんですか、その腑に落ちない。<laughs> <laughs> いや、そう、そういう時も。その女性って結構聞いてくるじゃないですか、その。 泣きながらもこれどうなのかなって聞いてきてるからこう答えたらなんかそういうことじゃないみたいな時が結構あるな奥様とかですかそうですねはいどうやって喋ってるんですか普段なんか泣いてどうしたらいいと思うってっ自分の意見言うんですか、はい、あまあ泣いてなくてもそうですそうですそのなんか例えば今だったら子育てのこととかでなんか聞いてくるからこうだよって言ったら。 いやそういうのじゃ求めてるんじゃないみたいな <laughs> あるあるですねまさに同じ一緒まさにそれで、うん、あのやったんで大変だね頑張ってるねって言ってくれたらそれでいいんだよみたいなそうなんですよいや聞いてきたからこっちは <laughs> まあ、女と男はね交合わないですよねそう思うのことはまあありますねでも女の子も言ってほしいですよね、うん、男性からしたら例えばいや これはなんか本当になんか言ってほしいんじゃなくて聞いてほしいだけだからって言った上で、うん、あのさから始めてほしいですよね。そう最初からそれを <laughs> どっちなのか分かりやすくあこれは意見求めてる方ねって言ってもらってから話し始めてくれればはい、はい、そしたらこっちも、はい、全然そうやって言いますよ、うん、でもやっぱ女の子察しての生き物ですからして、ね、それができる人がやっぱモテると思いますよ男性はね。モテ、ねはいね、ないですねモテ <laughs> る必要もないですけどね。もうね ではツイッターからパンケーキさん昨日電車のドアに顔を縦に挟まれて痛くて涙が止まりませんでした <laughs> え縦縦ってちょっと分かんないですよね縦はこっちあえっと両端から牛ってことこうかなえ縦ってそうそ<う>この可能性もありますよね顔の中心を挟まれるみたいなそうです後頭部と前とっていうそっちなのかなと俺も思いました何か縦かな、うん

はい、昨日終えましたよ <laughs> 無事にね無事に今日迎えられただけで偉いと思います <laughs>、うん、お大事にしてくださいお事にしてくださいはいまだありますか <laughs> はいはいえーあミネさんこんばんはホイップシュガーですご紹介前回に続いて2回も名前呼んでもらっちゃってこれこそ泣きそうですっていうねメールをいただきましたはいあ これもで読めますか。最近泣きましたのテーマですが、我が家は妻がアイシングクッキーで作品を作って、旦那が撮影や編集をしている夫婦ユーチューバーなんですが、6歳の娘が急に、ママみたいにお菓子作れて、パパみたいにカメラ上手な大人になりたいって言ってきて、夫婦揃ってうるっとしてしまいました。自分たちはちゃんとパパママできているかなって思う時もありますが、こうやって子供の将来の夢に自分たち夫婦のやっていることを憧れてくれて感動しました。 <で>うん、これはね、えー あのさっきのホッシーさんの話にも通じますね子供が喋ってくれて自分たちのことを言ってくれるってこれはどんな幸福なんだろうってちょっと想像できないですもん、うん、あ本当ですよね、うん、そうこれは本当子供ができて初めてわかるあれかもしれないですね,いいねちょっと電車のやつで終わっちゃったら悲しすぎたから <laughs> よかったですねこういうホイップシューガーさんの温まる涙の話も聞けてよかったかなと思います、はいえー、文化放送三宅南のカラフルオセロまだまだ続きますがその前にここで一曲 え先ほど、ホッシーさんには桑田圭介さんのね、はい、聞いたら泣いちゃう曲、えー、紹介してもらったので、ここでは私がつい聞くと泣いてしまいそうになる曲を<い>え流させていただきたいと思います。藤井風で帰ろう。文化放送から2時間生放送でお送りしました。峯岸みなみのカラフルオセロ。そろそろお別れの時間となりました。えー、まあ私は、そうだな、ラジオを始めて、メールにね、こう、 どんな形でもいつも寄り添おうとする癖があるなって昔から思って悪いことじゃないんだけどらローランドさんもねあのノーを言えない人のイエスに価値はないみたいなのを言ってるのを聞いて、はいはい、あ違うと思ったら言った方がいいんだと思って、うんうん、それを意識して今日やってみたんですけど、うん、あのプレゼントのくだりね、うん、なんかせっかくみんなが言ってくれてるのに <laughs> なんかあんまノー乗らなすぎたかなとかっていう反省もありつつ早速。 す,んす,うん、すぐ反省するでもあプレゼントは来てますか、はい、他にも、えー、ラジオネームチロリアンペロチョさんにぎさんこんばんは紙石鹸はどうでしょうか外出時に石鹸がなくて困ることがあるので便利だと思いますいや脳かな脳 <laughs> <laughs> かなこれは、うん、難しいね扱い方がねいるって人といらないって人の差が激しそうなので はい、こんな感じでこれからも違うなって思ったことは正直に言うっていう感じでね,でね素直にいきたいと思います,いいすはい、次回の放送は10月20日です募集するメールテーマはこちらやらかしちゃった恋の話、えー、恋愛ってキラキラして甘酸っぱいだけじゃないですよねということであれはやらかしちゃったなという恋愛での失敗エピソードなどを募集したいと思います そしてここでお知らせがあります来週10月20日の放送にゲストが来てくれることになりました初ゲストえ、番組初のゲストとして来てくださるのは6人組の女性アイドルグループゾックのメンバー藍めカレンさんとしずめのどかさんですいや嬉しいです私結構ゾックさんの音楽とかよく聞きますしはい、はい、あのー、AKB の だろうカラーとはまた全然違ったやっぱアイドルグループなので、うん、どんな風に活動しているのか、うん、どんなことを思ってるのかいろんなお話聞けたらいいななんて思っています皆さんからも藍染カレンさんと静のとかさんへの質問を募集しますのでお二人に聞いてみたいことどしどし送ってくださいもちろんですねその他のコーナーや番組宛ての感想メールもお待ちしていますすべてのメールアドレスは c o j o q r n e t です 懸命に水曜日と書いて送ってくださいお待ちしています、えー、この後9時からは私立恵比寿中学放送部そして明日木曜日のこの時間は文化放送アナウンサー西川彩乃さんのカラフルオローセルをお送りします引き続き文化放送でお楽しみください実は私はこの後テレビに出るので本場デッカ TV に出させていただきますので、はい、ラジオをつけつつも テレビをご視聴して <laughs>、器用にね、どちらも、はい、楽しんでいただけたら、いいなっていうふうに思います。いや、待って、ゲストが来るって、どんな感じかな。お会いしたことはないですか。ま、だお会いしたことないです。あそうなんですね。もう、なんか、新世代のアイドルっていう感じがして、うん。全然、また、本当ね、色が違う。そうな、なんか、なんて言うんだろう、正統派じゃないじゃないですか。うん、結構、その、ちょっと、危なっかしいところも魅力みたいな、はい,はい、いや、私だって。 AKB やめ,めたら卒業したらゾックに入りたいってサッシーに言って笑われた経験のあるぐらい <laughs> ゾックさんがすごい好きなのでいろんな曲ちょっと聴き直して聴きたいこととかを考えてこようかなと思うんですけどあんまりね、うん、練りすぎるとどうせ緊張してまた反省する羽目になるので、うん、<laughs> まあ先週今週でこの身につけたお打ち力というか。はい この自然に話せるっていうところをゲストが来てもブレずに持っていこうっていうのが来週の,あの何だろう目標ですはい「おうち力」って新しい言葉そ、はい、ラジオにおいてのおうち力うち力これ大事ですからね、はい、心がけていきたいなと思います、はい、でマウスピースはなんか今日2時間やってみてはい 問題ないかなと思ったんですけど。あ、どう、どうですか?。来週。来週は、あの。ゲストの方がいて、あ、なんかつけてるなって思えたら、恥ずかしいんで、来週は外します。はい、絶対わかんないです。え、わか、まあ、透明ですけどね、わかんないかな。わかんないです。わかんない、聞いてる分には大丈夫、なんか、しとつが言いづらくて。あの、沈め。のどかさんがめっちゃ言いづらかったんで。来週は、ちょっとね、失礼ながないように撮って。 えー、参加したいなと思います <laughs> それでは皆さんごも問付き合いいただきありがとうございましたえー、カラフルオセロ来週は水曜日夜7時にまたお会いしましょうさようなら